オラニエン・バウム城、ヘンリエッテ・カタリーナ・ファン・オラニエ・ナスサウは、オラニエ公、フレデリック・ヘンドリックの娘で、アンハルト・デッサウ公、ヨハン・ゲオルク二世の妻。ホラント州総督を務めるフレデリック・ヘンドリックと、その妻のゾルムス・ブラウンフェルス伯爵夫人アマーリエとの、間の六女として生まれた。両親にとっては、実質的に三番目の娘である。1642年に幼くして、 オストフリースラント博ンのルートビヒの言い名付けとなった。しかし後に成長したヘンリエッテ・カタリーナがエンのルートビヒとの結婚に願として応じなかったため、婚約は破断とされた。その後、長子のルイーゼ・ヘンリエッテがブランデンブルク戦定校、フリードリヒ・ビルヘルムに嫁いでいた関係で、大戦定校の同盟者であるアンハルト・デッサー校、ヨハン・ゲオルク2世との縁談が舞い込んだ。 ヘンリエッテ・カタリーナは1659年7月9日に、不老人間において、ヨハンゲオルク二世と結婚した。この結婚は、その後長く続いていく、ブランデンブルクプロイセムの統治者ホーエンツォレ・ルン家とアウンハルトデッサウ公爵家との強固な同盟関係の、礎となった。裕福な先進国ネーデルラント出身の公爵夫人、ヘンリエッテ・カタリーナは、 比較的貧しく立ち遅れた両方であるアンハルトデスサー工業の建築事業や開発事業に貢献した。彼女は1660年にニシュビッツという村を買い取り、この村は1673年に公爵夫人の出身家門にちなんでオラニエンバウムと改称された。1683年以後、ヘンリエッテ・カタリーナはこの村に都の城、公園、 そして彼女自身の住まいオラニエンバウム城を建設し、夫と死別した後は、オラニエンバウム宮殿に引遁した。ありがとうございます。